今宵欲望の90分スペシャル、フェミオコと石田一生降臨。噂によると親父はボル方だ、人が変わったようにボルらしい。ゼニの暴露祭り、フェミオ時代のスケベロマンスも、もう私やってみたいな。言われたい。さらにかまいたち激変、あんやれジャロリモ、怒号と、お待たせしすぎたのかもしれません。脳汁ドバドバ、俺の力だ、人格崩壊パチンコロケ、絶滅寸前芸人も狂気のダンス。あれヨウさんどういうこと。そしてなぜか涙腺崩壊。二度とお前の話するな。え？中川コンツェルンの中川圭一は言った。金持ちのどこが悪いんですか、好きで金持ちやってるんじゃないんですよと。先代が財閥で腐るほど金があるからしょうがないでしょうが、僕も子孫たちにそう言わせてみせます。ゼニーたち始まります。どういう意味それ、はい、それどういう意味それ、な今回も始まりましたけども、やっぱり子孫にねお金を残してスタンドないの、それケイチのスタイルを取りたいなと、そういうふうに思うわけなんですけども、山内、おい、こち亀のね話でわからない方かもしれないですけど、ね、おということでやっていきたいと思います。はい、こち亀のシーンでこんなん乗ってるシーンがあったってこと。あ、ないよ。なんなんじゃ珍しい乗り物だから、ね、いやいいよもう。いいってやることなくなってむちゃくちゃなってんねん、もうイライラ。原付の免許より原付の免許いいね。公道走れるやつやった。ノーヘルで。あ、ノーヘルでいいんですよ、ね、こっちに興味出てきてるわ。最高ですよ。さあ本日は拡大版怒涛のエロ・ゼニ・ギャンブル90分スペシャル。すごいね、もう欲望を詰め込んだ90分になりそうですが、エロ・ゼニというかゼニだけでいいんですか。最近なんかホラーまで入ってる。絶滅寸前桃色井さん、日々進化するエロの世界で今もしぶとく生き残り銭を生み出しているエロイさん、つまり桃色イさんを紹介する大人気企画の第3弾でございます。はい、前回ストリップ劇場にタイガさんが行っていて、はい、ね、なんかめっちゃ行ってほしいなって思いましたね、うん、残してほしいな、そうそう、この文化をっていうのはありますよね。そう思いました。さあ今回はどんな桃色イさんなのか、誰がロケに行ってくれたのかも含めて、VTR 見てみましょう。はい、今回調査するのはポルノ映画館。確かに行ったことないけど。ポルノ映画館とは主に映画倫理委員会が18歳未満の者の鑑賞には不適当と認め、成人向けと指定した作品を流す映画館のこと。ポルノ映画館が全盛期の1971年頃には全国に1000館以上あり、年間200本を超える新作が上映されていたというが、今では全国に36巻のみ、新作は年間わずか20本程度と衰退の一途をたどっている。めっちゃ減ってる。そんなポルノ映画館を調査するのは、さすがいい、うーわ出た、ツイスト踊る小田裕二さん。室井さん聞こえるか、どうして現場に血が流れるんだ。ふぅ、器用やなタイガさん。レインボーブリッジふぅさできません。どうもタイガです。ロックンロール。芸歴23年、ありがとうございますタイガさん。タイガよろしくロックンロール。心なしかテンション低めなのが気がかり。テンション高いですよタイガさん。もう遅刻してるからパニックになってる頭、そう、前乗りで現地入りしていたタイガは朝寝坊で30分遅刻。前乗りで遅刻、セット、おはようございます、すいません。
遅刻しないために前乗りするんです。子供が7時半ぐらいには目覚めるんでね、その頃にはもう保育園送りに行く準備とご飯の準備としてるんで、いつももう勝手に目が覚めてるんですよ。知らん。目覚ましなんかセットしなくても。どれだけ言い訳しようが遅刻は遅刻だ。結果が全て。この歌詞は往復絶踏のロケできっちり返してもらおう、ね、それでもいいんですよ芸人は。今回タイガがやってきたのは愛知県北部に位置する春日井市。春日井市ってそんなとこなんだ。サボテンの苗の栽培とテレクラキャノンボールの監督カンパニー松尾を生んだことで有名なダイアン津田さんが大好きなテレクラキャノンボール。およそ31万人の町そんな町で営業を続けているという春日井ユニオン劇場とはどんな場所なのか。そもそもポルノ映画館って行ったことあります？俺ねないですね。ポルノ映画館思い出したんですけどないと思います。いやなんか俺のイメージではもう昭和の時代に撮った古い時代のストーリー性のあるドラマチックなアダルトビデオっていうのを映画館で流してるのが、まあ、でもそのイメージありますポルノ映画なのかなっていうぐらいの感じですね。今のところ借りを返す気ゼロ。今はいいでしょ。ならばとっとと調査に行こう。今のところで面白作るのむずいでしょ。ちょっと移動しましょう。はい、わかりました。タイガさん、普通に移動しちゃいますよ、ここ。ああ、そうかそうか。そうですね。ああ、そうか。ちょっともう一回移動しますか。移動しましょうか。移動しましょう。じゃあ時間もちょっと今日遅刻して時間もないんで急いで行きたいと思います。まだ起きてないな、口が。遅刻してたから急いで、タイガさん急いで。いい、それ前回良かったやつ。いい。まずは全国の映画館を取材しポルノ映画にも精通しているライターの大谷さんに基本的なことを聞く。そもそもなんかポルノ映画とアダルトビデオの違いって何なのってよく聞かれるんですけども、はい、あくまでも映画館でやる成人映画、ポルノ映画っていうのはやっぱり映画館で複数の人たちといるっていうのが 目的としているものなので、はい、やっぱりちゃんとそういうストーリーがあってその中の表現の一つに絡みのシーンがあるっていう。エッチのシーンっていうのはどのぐらいの割合で入ってるんでしょうか？これだいたい上映時間の3分の1で、結構多いね。上映時間もだいたい60分から60分、まあ、長くても70分、はあはあはあ、その中の3分の1っていうとだいたい20分前後ぐらい、はいはいはい、そこで絡みのシーンが絶対必要だという条件で、はい、そしてポルノ映画の制作費は1本350万円程度。350ってだいぶ安いんじゃない。1960年代後半から全盛期を迎えたが80年代後半になるとアダルトビデオの普及により衰退していったのだという。ありがとうございました。基礎知識をご教授いただき、いよいよポルノ映画館へ。じゃあちょっと急いで行きたいと思うんで、ここでテンション上がってきたんでちょっと高速ツイスト踊っていいですか？お願いしますよ、大河さん。何それ。ちょい早回しできました。ポルノ映画のポおもしろいでしょ。全然ポルノ映画のポを書きました。ツイスト踊りながら、まずこれ一つね。面白い。この日のタイガはいつもと一味違った。お前誰だよ。寄り道してはボケ倒し、一向にポルノ映画館にたどり着かない。どうですかね。いいんじゃないですか。あれ、ヤン様。どういうこと。挙句の果てには食レポしたいと言い出す始末。サボテンラーメン、はい、サボテンの器に入ってるんですね。こちらは春日井市名産のサボテンが入ったサボテンラーメン。果たしてどんな食レポを見せてくれるのか。あ、美味しい。突然ですがここで問題です。この後食レポ中に起きたハプニングとは一体何でしょう。山内さん、
10秒以内にお答えください。ズルズルって吸ったのがもう勢いよすぎて鼻からちょっと麺が出てパニックになって、なんかサボテンみたいになってますねって言った。パニックになってるな。正解の発表です。あ、美味しい。コシがあって出汁の感じに絡んでてめっちゃ美味しいっすね。サボテンの味はね、レタスみたいな感じですかね。へぇ、下手くそすぎ。レタスなんてちょっと酸味とかそういうことだけ出した方がいいよね。え、酸味か。確かに酸味が効いてるみたいな言い方をした方がいい。そうだ。すいません、僕もう食レポとか全然したことなくて。そういう次元の問題じゃねえぞ。そうですよね。めっちゃ怒られてる。経験したことない。怖。見たことない。気を取り直して缶コーヒーで一服。怖いな。全然当たって。と驚きの手数でこれ高を量産。量産してんの。というのも前回のロケで満席にしてくれた友人たちに恩返ししたいなっていう。勝手に自分の話を立ち上げ、挙句大粒の涙を流すという茶番劇で一ロケ二泣きしたタイガに。珍しいねんな。また泣いてる。あんなんいらんねん。かまいたちもご立腹。全くいらないから。そこでスタッフはロケ前に釘を刺していた。次回のロケなんですけど、はい、涙流すだけだと、はい、ちょっとしんどいかなと思ってまして、はいはい、ネタを仕込んできてもらえるとありがたいなと思ってるんですけど。はい、なんかいっぱい考えてきます。プレッシャーかけたんや。すごいオファーですよこれ。この日のタイガはあらかじめ考え抜いたネタを引っ提げロケに臨んでいたのだ。斜めこれどういうことなの。さすが芸歴23年、やればできる子。そうそう、寄り道に3時間を費やし、ようやく本題のポルノ映画館へ。やっとや。保育園があって公園があって、ここにユニオン劇場なんかある？あ、あった。これだ。こんな場所にあんねや。うわ、これすごい。保育園の隣っすよ。いいねよ。ちょっと思ってたような場所にあるんじゃな、全然なかったな。こちらが絶滅の危機に瀕するポルノ映画館の一つ、春日井ユニオン劇場。なんと保育園の2軒隣。いやすごいね。閑静な住宅街の中に位置する。これだ、上映中映画。あー、でも俺が思ってた感じのポルノ映画だ。昭和っぽいな。うわーすごいね。果たして経営状況はどうなっているのか。この後タイガが突撃取材開始。あ、こんにちは。どうも。あ、お客様はどうです。今日も来てくれはりましたね。来たぜ来たぜ、ゼリーたち。お前誰だよ、ロックンロール。レッツゴー。ふー、盛り上がってこうね、ゼリーたち。行きましょう。タイガさんや。ショートコント、パフューム。ふー、パフューム。それではここでメンバー紹介。どうも、パフュームのあちゃんです。どうもどうも、かしゆかです。どうもどうも、そして私が長谷川です。お前誰だよ、レッツゴー。ふーじゃないねん。今日も調子いいよ、タイガワ。ありがとうございます。さあ、今回もタイガさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいつも、すいません、なんかスタッフが無茶な要求して。3時間もなんかいろいろやってもらったってことで、どれぐらい考えていってたんですか。いや結構球数持ってって、はい、
でまあ若林とかにも相談して、オードリーの若林さんにあのツイストを踊りながら公園の砂に文字書けないかって言ったの若林です。わあ、おもろかった。だあれだけ群抜いてちゃった。下半身ズボン脱いでるヨン様はあれどういう意味やったんですか。いや意味なんかないですよ。ダメですよ。ポルノ映画館春日井ユニオン劇場の経営状況はどうなっているのか。早速タイガが突撃取材。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。あ、すいません。タイガと申します。今日は一日よろしくお願いいたします。こちらこそ。すいません、よろしくお願いいたします。こちらがユニオン劇場を夫婦で切り盛りする加藤雅彦さんとゆきさん。記憶は曖昧らしいが、1980年頃ゆきさんのお父様から引き継ぎ、それ以来夫婦でこのユニオン劇場を守っているという。お年はいくつなんですか。失礼ですけどどうぞ。78です。78、はい、奥様は。私は76。76、はい、ああ。なぜか5歳サバを呼んだお茶目な奥様、ね、最初に出てきたテロップ。お察しください。お子さんもいらっしゃるんですか。うん、男の子が一人、息子は。あ、はい。僕ぐらいじゃないですか、じゃあ年齢。うちの息子は48年生まれですか。ああ、じゃあ僕、ね、昭和50年生まれなんで。あら、二つ違うんだ。二つぐらい。でもまあもうほぼ一緒ですね。そうですね。ほぼ同世代の、ね、はい。似たような家族構成で親近感を覚え、すぐに意気投合。早速劇場内を見学させてもらう。お、あらららら、広っ。ちょっと思ってたより広いな。もっと小劇場だと思ったら結構満席になったら100人ぐらい入れる劇場ですね。客席は全部で100席、立ち見を入れたら120人収容できるという。お値段っておいくらなんですか。大人1500円。大人1500円、はい、女性、はい、シルバー1000円、はい、1500円で1本映画が見れるっていう感じ。1本じゃないです。え、1本じゃない。入場料ですから。あ、1日折れます、ね、映画は3本立てで1日を通して繰り返し上映されていて、入場料さえ払えば1日中楽しめるシステム。定休日はあるんですか。毎週水曜日。水曜日休み、はい、この水曜日休みって言ってもまだ最近なんですよ。あ、そうなんですか。前はもう月に1回だけ。くも膜下で倒れてちょっと1ヶ月半ぐらい。くも膜下で。くも膜下で倒れたの、はい、え、ご主人が。そうそう、まあ、おかげさんで何にも残らず。へえ。幸い大事には至らなかったものの、無理はできないと4年前から週に一度の定休日を設け営業を続けている。それでも週1回って大変やな。では経営状況はどうなのか。どうなの。経営は成り立ってるんですか。成り立ってます。あ、売上って教えていただけます。内緒。これは言えない。内緒、うん、売上内緒。やすやすと教えてはくれない奥様。ならばご夫婦が引き継いだ頃、1980年代の様子を聞いてみる。当時は土曜の深夜で、はい、お客さんが12時から朝の5時だね。100人入れたね。100何人入れたね。また当時は午後からポルノ映画だが、午前中にはアニメというトリッキーなスタイルで上映していたそう。どんな二部構成。漫画の時は本当にこの辺に本当にここ段ボール置いといて、で売る人はもうお金だけパッパッパッと入れる。だから立ち見どころか座るところもないと、ね、新聞紙ね、新聞紙くださいって。もうそんな感じ。なるほど。現金を段ボールに。かなり景気が良かったことが伺える。いくらぐらい儲かってたんですか。え、当時。はい、当時。当時はあの時って年間売上3000万以上でしょ。うわ、あくまでこれは40年も前の話。この令和の時代にポルノ映画館が儲かるとは到底思えない。再び現在の銭事情に迫る。維持費っていうのはどれぐらいなんですかね。それは映画料とかそういうのは別にして、はい、まあ、最低60万はいる、はい、
お客さんは1日平均何人ぐらい？平日そうですね、ぶっちゃけて20人は入っていただきたい。平日は20人、土日は倍、倍40ぐらいは入ってもらえそう。得られた情報から推測すると概算で一月100万円弱くらいの売り上げだろうか。映画使用料が不明だが、そんなに儲けはなさそうに思える。あんまり食事に行かなくなりました。昔は飲み歩いてたけどね。そうですよね。おそらく贅沢ができるほどの売り上げはない。そして夫婦揃って無理のできる年齢でもない。であればなぜ営業を続けているのか。確かに、やっぱり人との出会いかな。いっぱいいっぱい楽しませていただいてるし、勉強もさせてもらったし、人を見る目角度が違ったかもしれない、はいはい、もう素が見えてくる。わかります、はい、なんかね、僕 も, いいも売れてない芸人を23年ぐらいやってるじゃないですか。やっぱね、売れてないと、うん、もう世間から貼られたレッテルは面白くないダメなやつなんですよ。この写真はだいぶ面白いです。いい人ばかりじゃないんだけど、うん、悪い人ばかりでもないんだなっていうのを学ぶんですよね。はい、分かる。私いつも言うんですよ、お金がいっぱいある時にね、あの100万円くらいだったら何でもな、でもないよ、はい、本当に困ってる時に1万円、はい、その感謝を忘れちゃいけない、もうと思うの。本当ですよ。そうなんですよ。そうでしょ。オードリーっていうコンビがいるんですけど、うん、あ、なんか聞いたことあるね。の若林とかが言ってくれてるのは、うん、売れてから高級料理店に連れてってもらった知り合いより、うん、売れてない頃、うん、あの吉野家の牛丼を奢ってくれた僕の方がずっと残ってるって言ってくれる。そうです、もちろんです。その気持ちは僕も今は分かるんですよ、うん、その通りです。本当そうですね。でもそういう世話してくれた人ほど、うん、俺はお前を世話してやったとか言わないんですよね。いや別にお前が楽しいやつだから一緒にいただけだよぐらいのこと言ってくれて、その通り、その通り。なんなん、苦しかった時が長かったんで、うん、楽しい時もないけど、人って大事ですよ。本当に大事だと思う、うん、急に来るから。ギリギリセーフ。いやいや、アウトでしょ。他に営業を続けている理由はないのか調査を続行。まもなく開場時間ということで映写室に案内してもらう。うわ、大きい映写機だな。これが昔使っとった映写機です。あ、映写機でかっ。すごい映写機だな。このバズーカみたいな、すごい映写機じゃないですか。これ今はもうプロジェクターで、あ、今はプロジェクターでやってます。なるほど、ね、電源を入れて、あ、こんな感じなんですね。普通に家で DVD を見るぐらいの感覚。そうですね。これで時間来たら再生ボタンを押す、うん、押す。これでもう映ります、この日は朝一から6人の客が来場。来はるんやね。そしておー、始まった始まった。いよいよ上映スタート。おー、上映作品のうち新作は1本のみ。オーナーは作品を選ぶとき、ポルノ映画史に残る名作を1本は入れるようにしているという。めっちゃ見たい。こちらは1974年に制作された日本密館拷問誌。この作品で助監督を務めたのはなんと映画送り人でアカデミー賞を受賞した後の名監督、滝田洋次郎さん。他にもポルノ映画、ピンク映画で基礎を学び映画界で活躍する監督は少なくない。とここで大河がご主人に気になっていたことを質問。病気されたけども今お元気になられてる。まあね、元気です。あ、よかったね。本当にどこでこれを喋ってんの。後ろであん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 言ってたやつ。うちの親父は心筋梗塞だったんですけど、いや運が悪かったんですよ。あれ、まあ、なんか救急車結構たらい回しにされちゃって、病院が受け付けてくれるところが近場になか、なんかなくて、それで時間かかっちゃってダメだったんですよね。はい、
親父に子供の頃お前親戚中の恥だって言われて、なんか泣くフラグ立ってない、芸人を辞めずに続ける理由は親父を見返してやるんだっていうのがすごくモチベーションになってたんですけど、タイが昔写真カットイン、それ親父亡くなっちゃってから一気にちょっとモチベーション下がっちゃって、あ始まってるやん、もう、うん、もうやめようかなって、なんか親父を見返したり親孝行できなかったんでね、親父に親孝行できなかった分せめて母親は喜ばせてやりたいなっていうのが今一個のモチベーションになってます。全然聞いてへんし、こっちからほら困ってる急にそんな話されて、お母さん大事にしてる、そうですね、そうですね母親だけにはちょっといいとこ見せてやりたいですね、なんかすいませんまた僕の話になっちゃってまた俺の話になっちゃったけど、なんかもう二度とお前の話すんな気を取り直して今度はユニオン劇場に訪れるお客さんを調査。ああ、お客さん何人かいますね。上映中にすいません、あれあれは突然ですがここで問題です。ここユニオン劇場はあるジャンルの人が集まる場所として有名なのですが、そのジャンルとは一体何でしょう。濱家さん、10秒以内にお答えください。難しいなあ、まあでも女性っぽい人やったよね、女装家の方とかかな、どうやろう。果たして正解は、いやちょっと女性なのかな女装なのかなっていう人はいましたけど、暗いから分かんないんですよね、女性なのか女装なのか。奥様に事実関係を確認。お母さん、なんか女装の方ちらほら結構いたんですけど、はい、多いんですかやっぱり。今日はちょっと少なめ。あ、これで少なめ。少なめ。先週は日曜日12、3人いらしてた。へえ、そんな来られるんだ。そうです。ご覧になりますか。なんかあるんですか。あります。何があるんですか。女装さんのアルバム。女装さんのアルバム、はい、そんなのあるんですか。お母さん81ですよ、しっかりしてる。めちゃくちゃ若いな。ロビーの本棚に女装家の写真をまとめたアルバムをストック。これが一番最初のやつじゃないですか、はい、そうかも。こんなにいるの。います。すごいな。だって20年以上前からいらしてたね。へー、いっぱいいるな。そう、春日井ユニオン劇場は女装が趣味の人が集う知る人ぞ知る劇場なのだ。共に女装歴10年という常連のお客さんは。女装されてる方多いんですか。どれぐらいかな、1割ぐらい。いや、もっといるんじゃないかな。そんなに1割超える。女装すると、はい、一般のところってなかなか行けないじゃないですか、はいはい、人によっては平気でこう外出したりする人もいるんだけど、はいはい、そうでない人たちのも多いので、はいはい、そういう方にとってはオアシスになる。なるほど。あ、事実、劇場には女装家が着替えるための部屋を完備、すご、衣装を預けることも可能で、手ぶらでやってきてここで変装が可能なのだ。女装して映画見るんだ。女装する人にとってもあ、うん、そうそう、一般のお客さんもそれぞれ自分の楽しいやり方で楽しんでるというと、うん、なるほどね。でロビーもあって、そこにはマスターやママがいつもお菓子を置いてくれて、時々話をしてくれて、はい、アットホームな感じになってる。なるほど。だから残ってんねやろな。ユニオン劇場はさまざまなお客さんに愛され、時に憩いの場でもあり、時に共通の趣味を持つ人たちの出会いの場でもあるのだ。これいつまで続けようとか。あ、ここですか、はい、まあ、どっちか倒れるんだけど、どっちかが倒れたらやっぱ一人でやっていかないから。もう無理ですね、やっぱり。ご夫婦の一人息子は地元を離れ定職についているため、後を継ぐ者は誰もいない。一人でも
この劇場を必要とする人がいる限り、最後の日まで夫婦で守り抜く覚悟だ。お父さんのお母さんにね、僕からなんですが、僕の CD があるのでこちらをプレゼントさせていただきたいと思います。お前誰だよロックンロールの CD ですね、はい、さらにネタも大盤振る舞い。ショートコントファミレス、いらっしゃい何名様、3名でよろしく、喫煙にしますか禁煙にしますか。禁煙でお願いします。かしこまりました。では今店員さんを呼んできます。お前誰だよレッツゴーの。なるほど、なるほど、なるほど。心に響くものがない。心に響くものがない。心に響くものがない。ごめん、的確。最後にこの質問。使うもの。使うもの、はい。やっぱ使うもの、ガス中いっぱい入れといたって、それは何の価値もないですからね。回すっていうことですね。欲しいものを、でその欲しいものをいただくっていうことによって価値があるから、はい、それがお金の価値、うん、私はそうですね、その通りだと思います。お元気でいらっしゃってください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。涙活しに来てました。毎回泣いて帰って、毎回そうそうそう、自分で振って自分で泣いてるんで、でもご主人とかの気持ち聞くとこうやっぱリンクしてくるじゃないですか、自分の人生と。ご主人がリンクしてくるのはいいんですけど、はい、お前はリンクしてくるの。お前の方からリンクしに行くな。大先輩、大先輩か、すいません。前回のストリップ劇場は、はい、濱家さんも実際に行ってましたか。完璧。勉強してこなかったんで漢字が苦手なんですよね。簡単な漢字ですよこんな。ポルノ映画見に行った思い出ですか。はいはい、見に行ったことはないんですけど、僕印象残ってんのはポルノ映画の のそれこそポスターがだからちょっとやらしい感じじゃないですか、うん、はいはい、ちょっと妖艶なポスターとかいろいろ、その前でこうおじさんがちっちゃいこんななんかビニールの財布こう開けてでやって、ポケットからガラケー出してポスターエッチなやつだけ取って帰ってしまう。どんだけお金ないねん。この後地上波では見られないかまいたち狂気のパチンコロケ。お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。ここからはかまいたち2人でとあるロケ企画。さあゼニーたち久しぶりのロケでございます。イエーイ。いやー、はい、テンション上がってます。楽しみですね。今回ロケでパチンコ打ちます、はい、よっしゃよっしゃ。本当にもう言ったら仕事でこういうことやってもらわないとなかなかパチンコ打つ機会ないですから。いや最近全然行けてなかったんで。行けてなかったので、先日配信した若手芸人のパチンコ企画ありましたよね、うん、あれを見て僕らがいや打ちたいなみたいなことをスタジオで無意識のうちに連発してたそうで、はい、うわ気持ちいい音やな、やっぱパチンコやって。一応銃を下ろし、いやっ、あれあブルブルりました。ブルったね。レバブル。聞いただけでもう行きたなってるってすごいよな。そして本日は埼玉県のこちらパラッツォ鳩ヶ谷さんに来ておりますやるっつぉパラッツォ。今年2月からパラッツォグループのイメージキャラクターを務めているかまいたち。今回はそのズブズブのコネクションを使い鳩ヶ谷店でパチンコロケ。今日俺はパチンコを打つロケって聞いたんで、うん、普段パチンコを打つ姿すごいね、はい、およそテレビ出る姿じゃないですけどちゃんとパチンコ仕様にしてきましたんで、よう見たわ、ナンバでこういう格好になってる。早速店内へ。すごい、めっちゃすごいな。めっちゃある。オーナーやもうめちゃくちゃやってくれてはる。さあ、今からパチンコ行くんですが、はい、ただ打つだけだと、うん、番組的にはほんま打ってるだけやんけってなりますから、ちょっと検証をしながらパチンコを打っていきたいということなんですが、何ですか、題してマックス強運を身にまとったら勝てるのか。勝負ごとには運が不可欠。そこで本日2人は様々な占い結果をもとに験担ぎ要素を全て取り込んだマックス強運状態でパチンコに挑む。果たして2
その状態なら勝てるのか。濱家さん何を身にまとってんの。エト占いで、はい、ラッキーカラーがブルーとシルバーということで、はい、なんかブルーとシルバーのもあったかなと思ってたんですけど、僕時計ブルーとシルバーです。じゃ何あ、ロレックスのサブマリーナ。すごいね、すごいね。なんでなんで。いくらですかそれ。いや150万ぐらい。すごいね。いや、やめて。すごいアイテム身につけてる。ブルーとシルバーのもんって言ったらこれ一体になってるから。しかもこれがブルーとシルバーがさ、パンツもブルーにしてきました。あ、すごいね、はい、めっちゃ身につけてるよ、はい、ブルーつけてきました。で、僕ラッキーアイテムが健康保険証ということで、はい、すいません、健康保険証も一応持ってきました、はい、ブルー。はあ、なるほど。ブルー。これ財布はどこの。ん、財布エルメス。すごいね。お前そんな言い方したら嫌な感じ。ロレックスつけてエルメスで、このジャージ反射や。反射のファッションで、ラッキーワードが、はい、明日の朝早いので。それ聞いたら初めてです。あ、こんなんあるんですね、ラッキーワードで。ソウルナンバーが11。なるほど、こんなん聞いたらもう俺勝てる気しかせえへんね。濱家の成金臭が鼻につくが、これなら勝ったも同然か。僕のラッキーカラーがゴールデンイエロー。ゴールデンイエロー、はい。こちら、うん、すごいな。サブマリーナ金目の。お値段420万。420万。あおちゃんかこいつ。これ420万。あんま言うな、うん、そんなん見せて。スタッフさんもあんま笑ってへんやないかそれ。高すぎて、うんうん、ラッキーアイテム、はい、縄跳び。ラッキーワードが冷静になりましょう、あなたを愛してます。浮気修羅場現場や。冷静になりましょう、あなたを愛してます。でラッキーデイっていうのがあって、うん、それが5月10日、今日。すごいな。え、それ何ですかラッキーデイっていうのは。年に6日ぐらいしかないうちの1日。勝ったやん。勝ちました、大勝ちです。今日は420万円の幸運アイテムに加え、ラッキー尽くしの山内、勝ち負け以前に好感度が心配だ。さらに共通開運アイテムとして四つ葉のクローバーと金の招き猫も用意。まさにマックス強運で制限時間2時間の勝負で、スタッフさんがすいません、パチンコの軍資金自腹でいいですかって聞いてきたんですけど、当たり前じゃないですか、ひりつかない。自腹にせえへんかったらめっちゃ出た時どうなんだよ。そっちが回収してもらえよ。まあ今お財布に入って5万2000円俺は、まあ、2時間やったら5万2000円余裕やろうなと思います。なるほど、はい、ちっちゃ、何それ。え、どこの財布。エルメス。何やねん、嫌なコンビ。エルメス嫌なコンビやろ、うん、11、12、13、13万ですよ。2時間やな、うん、3枚ずつ入れんの。さあ行きましょうか、はい、すごい、ここもすごいね、嬉しいな。嬉しいわ、めっちゃやってくれてる。うわー、すげーわ、いい、嬉しい。なんか久々やわこの両脇にいっぱい島があってのこの道がさ、いいね。これ見よがしにかまいたちで埋め尽くされたパラッツォ鳩ヶ谷店は、パチンコとスロット合わせてなんと2032台を設置、全国トップクラスの規模を誇る。今パチンコ台が開いてる、扉が開いていますっていうのを聞いただけでゾワゾワ。なんか一瞬で蘇るな。蘇った、うまい棒のパチンコ台あるで。羽物なんや、羽物好きやったわ。めっちゃおもろそう。うわ、おもろそうやな。うわー、山内さん、筋肉マン。いいね、筋肉マン売ってたよ、前。このシリーズの前ちゃうかな。筋肉マン行きますか。俺、ここにしようかな。ラッキーナンバー11の1で1で挟んでる、ここ。私は角一、
ソウルナンバーが1だったんで角1でいきます。2人が選んだのはパチンコ筋肉マン3カジバゴールド。高継続で続く高速出玉ラッシュが魅力の大人気台。さあ、打っていきたいんですが、はい、我々も久しぶりのパチンコですから、わからないことちょっとあると思うので、パチンコライターのスケロクさんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、パチンコライターのスケロクです。本日はよろしくお願いします。わからないことはパチンコライタースケロクさんにご教授いただく。とりあえず何を見れれば熱いというか、今回ですね、はい、やっぱり主人公の筋肉マンのリーチに行けば期待できるようになって、筋肉マンに関するリーチは熱い、はい、あとは強楽といえばやっぱゼブラ柄ですね。あのその前に、うん、あの一旦冷静になりましょうね。まだ冷静やろみんな。よっしゃースタート、スタート。あーもう嬉しい、もう俺は右手に付け替えましたんでサブマリーナを。まだ回ってないのにもう楽しいぞ。最近こんなにアドレナリン出たことあるかな。大丈夫かな、こんなアドレナリン出て。明日朝早いのに。やばい、俺台とまだ噛み合ってない。俺まだ全然回ってない。あのあなたのこと愛してます、筋肉マンさん。2人してラッキーワードで運を呼び込む作戦。スケロクさん、やっぱ2時間って厳しいっすよね。2時間だとだいたい回せるのが400回転か、それぐらいなので、普通に考えればお二人どっちか1回当てるかどうかみたいな感じですかね。でも319分の1とかじゃなくて、当たるか当たらへんかだけなんですよ。2分の1なんですよ。そう、結局2分の1。今日俺が当たるか当たらへんかっていうだけ、この台で。スタートから5分。保留玉が俺ちょこちょこ変わってんのよね。まだ俺は一色も変わってない。まあ、そのラーメンマンのもちょっとチャンスですね。ラーメンマンちょっとチャンス。はい。さあこれがどうなる。この保留玉三角三角。濱家にこの日初のリーチ。充電完了。なんかラーメンマンチャンス。何何何。はい、チャンスですね。この後なんか金系の演出絡めたいですね。金やゼブラ。一旦冷静になりましょう。継続。これが100になれば、そのガチャを1回回せます。なるほど。で出てくるキャラによって期待度を示唆してますね。超人じゃないゼロニムがちょっと期待度低めになってるので、やっぱ筋肉マンが一番よくて、あとはロビンマスクとかもチャンスですね。なるほど。でも俺はゼロニムを愛してます。楽しいわ。当たってへんのにこんな楽しかったら、当たったら俺行くんちゃうかな。久々のパチンコを満喫する濱家とは対照的に、頑張れよ。未だ噛み合わない山内、気がつけばあっという間に45分経過。ここで濱家独自のパチンコ流儀で停滞ムード払拭を図る。パチンコには姿勢も大事。パチンコ打ってるんじゃなくて打たしてもらってるんだという感覚。背後から日本刀で真っ二つに切られても、俺とパチンコ台が正対称に二つに分かれるようにきっちりとした姿勢で、俺は今ハンドルを握っているんじゃなくハンドルと握手をしている。すると、お、なんか来た。さあ濱家さん、これが優勝に裏打ち。ちょっと手を止めて見守ってもいいかもしれない。手を止めて見守るほどのリーチが来るかもしれません、はい、演説が来るかもしれません。濱家さんいいです。いいよ、一旦冷静になりましょう。ウォーズマン赤色、赤色。俺もなんか出てる、出てるんだ。あれあれ誰だよ、あいつ。いいんだよこいつ。山内にも濱家の保留を変化させたウォーズマン登場。なんだなんだなんだ、なんか光な。俺もどうなってんだよ。俺何にもなし今。一方濱家、筋肉マンちゃん。はい、ここで筋肉マンが出ればいい。筋肉マン来い。オージー、オージー。あーラーメン
よラーメンマン。ラーメンマンの後半の SP に行くか筋肉マンが出てくるか。なるほど。で筋肉マンが出てきた方がもちろん大チャンスです。ラーメンマン行け。よくかわしたラーメンマン行け。俺も明日朝早いね。行けラーメンマン。これで発見ですね。あ、筋肉マン出てきた。なんか熱そうに。いや筋肉マン。はい、これ筋肉マンなんでこれは期待していいです。お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。あ、筋肉マン出てきた。なんか熱そうに。いや筋肉マン。はい、これ筋肉マンなんでこれは期待していいです。お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。監督も出てきてる。いけ筋肉マン。まあ、ちょっとカットインが弱いですけど、まあ、でも可能性ありますよ。筋肉マスター。一つのリスクあんな長くは外したんちゃう。外したっぽいな。うわ音がした。楽譚からの復活大当たり演出。正義超人くね、平和維持の道に近道はない。イエーイ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 。あのラッシュにも行きます。ピークラッシュなってるんで。よっしゃ、なんかピカピカになってる。見事確率変動突入。全部に触っときます。あっと招き猫に触って、クローバーに触る、自分の時計に触る、保険証にも触る。もう一回言わせていただきます。明日朝早いんですよ。えマスト2ファイヤー。台がめちゃめちゃ震えてる。めっちゃ楽しそうやんけ。行くそれもつかの間。大丈夫ゼロリモ。あれあの 92.5% あるのでちょっと、ただ最後ここで連打で復活すればいい。50番、小林さんならいけるはず。これ右を打ち、あ、終わりました。すみません。平均13連とか14連ぐらい。ダサ。1回の大当たりより1回の20連チャンです。連チャンしないと意味がないんだから。当たり引いても。とはいえここまで強運の恩恵を預かれずにいる山内。そのボールが当たるか当たらないか、それだけ。結局2分の1の繰り返し。そう考えたら大チャンス。普段パラッツォにご来店の皆さんはああいうことをしないようにしてください。ラッキーアイテム使わないと。今日は特集でございます。よし。もう今ので完全に運気が来ました。ラッキーアイテム縄跳びが強運を呼んだのか。いいですね、とりあえず緑ホール。でも一旦冷静になりましょう。一旦冷静になりましょう。赤文字これ100にして金消し出したいですね。100にして金消し出しましょう。お、何お、何、何、何、100になった。はい、これで救済系のリーチですね。なんか来た。これ紙相撲に勝てば大当たりです。紙相撲。はい、いやこれ結構ね弱くても急に当たったりしますよ。あらー、ニワトリーゼー。ああちょっと劣勢だけど。スーパーフィニックス。頑張れよ、頑張れって。おい
自分にネガティブなことが起こった時にネガティブな感情になるのは誰でもができることでございます。ネガティブな状況な時こそポジティブな気持ち、ポジティブな気持ちがポジティブな現象を生むのです。皆さん今日も一日頑張っていきましょう。ヤバめの思想を唱え出す濱家、すると濱家さん、青色の堀玉、これ赤く光ってるじゃないですか、はい、大チャンスです。大チャンス、さっきの白より熱いです。なんであっちに大チャンスが行くんだよ。手離しても大丈夫です。台が震えてございます。来ました。いや普通に熱いですよこれ本当に。これはガチャスタンバイ OK ということでしょうか。はい、いやかなり熱いですねこれは。よいしょ、おゼブラ、キッチンマンゼブラ、ゼブラ、よいしょ、ゼブラ、キッチンマンゼブラ、ゼブラ、めちゃくちゃ熱い、めちゃくちゃ熱い。なんでそんなことなんだよ。おいで、大盛り、特盛り、超特盛り、やばい、完璧、食べきれるかな。超特盛り食べきれるかな。外れろ、外れろ。まだラーメンマンさっき洗ってくれたから、いいよ、行こう。それもう大当たりです。あのレインボーになってるのも星1個なのも大当たりです。大当たり確定したみたいでございます。こちらタイトルレインボーは大当たりの証拠ということでございます。なんでだよ。頑張れラーメンマン。こっちはずっと無職なんだよ。ギンギンギン、いやー、うわー、ギンギンギン、いやー、あー頭痛いぐらい興奮してしまいました。やはりポジティブな気持ちがポジティブを呼び起こす。濱家再び 92.5% 継続の超マッスルラッシュ突入。なんやねん、あなたのことを愛してます、あなたのことを愛してます、あなたのことを愛してます。ラッキーワードを唱え続ける山内は101回転目、まさに101回目のプロポーズで奇跡が。今山内さんのモードがここで大当たりを引けばラッシュのチャンスですね。ラッシュチャンスモード、連続3回転でちょっとチャンスですよ山内さん。俺は俺だけ当たればいいと思ってる。筋肉マン、はい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 、どうしてもやっぱ一番手前のジェロニモで当たっちゃうと期待で低めになっちゃうんですよ。ジェロニモやんけ。ここまでは弱めのリーチ。さあウルフマンが保留変えれば熱いですよ。ほら変えろ。あ、でも発展する。赤ジェロにも。あれこれちょっとありますよ。え、ジェロにも SP 発展しますよ。でこれで後半発展ですね。ゼロにもお前はどけ。一応ジェロにも正義超人最弱ではあるんですが、このカットイン次第だ。あーカットインが弱い。ジェロにもお前はどけこら、ジェロにもお前はどけこら、筋肉マンなんやねんジェロにも。弱えな。バカって言います。ジェロニモにガチギレする山内を尻目に、やりました。すごい、もう裏技の使いこなしてる。順調に出玉を伸ばし、ああ
超マッスルダッシュ12連ちゃんとそこそこ出玉を稼いだ濱家。しかしポジティブの化身となった濱家はこれだけでは終わらない。グラス出てますね。友情ネクスト。あれちょっと待ってください濱家さん、レインボーですよ。レインボーテリーマン。なんと濱家食い気味にプレミアのレインボーテリーマンで引き戻すという強運無双状態。もう大当たりです。山井様一回当てて、レンちゃんが続けば逆転は全然できます。分かってんねスケロクさんの助言を。分かっとんですけど、そんなまとめて言わんでも残り時間およそ20分。ゴール。おお、ちょっと期待度 18% のリーチでも大当たり。またいやーすごい。こんな何かが宿った濱家。また当てた。めっちゃ当てた。すごい当てる。あー楽しい。初当たりの濱家。一方鬼の形相で台を睨みつける山内を案じ、スタッフがとっておきの助け舟を出す。この数珠なんですけど石田一生さんから購入しまして、はい、もし必要であればお渡ししますが2万円なんです。高い。必要でしたら2万。2万もするの。じゃあ一生さんに渡しておきます。これで負けるはずがないや。うさんくささゼロの強運数珠パワーを台に注入。絶対当てたる。これ以上ない強運状態。そしてラスト15分347回転目。こんなん当たれへんやろ。なんか熱いんじゃないこれ。これ熱いんじゃないか。あれ最強リーチでしょこれ。最強リーチ。最強リーチ。あ今までで一番熱いの来ました。最強リーチ来てるやつ。一番熱いの来ました。あれ最強リーチでしょこれ。最強リーチ。最強リーチ。あ今までで一番熱いの来ました。最強リーチ来てるやつ。一番熱いの来ました。おーらいったれ。おーらー俺の力だ。いやおそらく石田一生の力で大当たり。当たったぞこれ。しかも山内さんも今キーフラッシュが鳴ってるのでもうこれもちろんラッシュに入ります。おっしゃ 92.5%。 するとおめでとう。おめでとう。いや続きそうやん。おめでとう。ありがとう。余裕の濱家パチンコあるあるジュースおごりマウント。ほら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 30連いったらいいんでしょ。追いつくぞこら。油断しとったら追いつくぞこら。これこれこれ。結果発表。イエーイ。どう久々にパチンコ打ちましたけど楽しすぎるやん。やばかった。毎週これでええねんけど台を変えてね。パチンコ番組やそれはな。では結果整理しましょう、はい、まず山内さんから。僕はですね、はい、2万円使いまして、はい、大当たり14回。レンチャン14ね。はい。5417発です。お。ちなみに気になってたんですけどこれ何ですか。石田一生さんの数珠です。あ、そんなん途中買ったんや。2万だったんです。えってなったんですけどその後当たりました。
パチンコ売ってても最後金なくなったらそれもちぎって いやいやいや、あかんよ、あかんよ。さあ続いて僕ですね、はい、1万円使いまして、大当たり25回すごいで6770発おお。スケロクさんはほんまにビビってたから、濱家の引き具合に、はい、この短時間で4回初当たり引いてるんですよ。かつ 60% のラッシュを全部取ってるってありえないですよ。なんならやらせたと思われてもしょうがないくらいやばいっていうそういうことなんですよね。やばすぎます。本当にでも何にもしてないですから当たり前ですけど、うん、ということで検証結果なんですが、マックス強運を身にまとったらパチンコに勝てるということですね。勝てるでしょ、これ勝ちましたから。ゆで卵食べて帰ろう筋肉マン大好きになった、筋肉マン大好きになったさあ続いてはこちら、財布は語る。財布は持ち主の人生を映し出す鏡、覗き見ることで持ち主の銭事情やあらぬ姿が浮き彫りになる。こちらのコーナーはですね、ある著名人の財布をかまいたちのお二人が隅々までチェックして誰の財布なのかを推理してもらうという企画になっております。これ楽しいねんけど当たらんな、当たらんです。そして最後に財布の持ち主が登場、禁断の銭事情をつまびらかにしていく。木下さん、村西徹さんって来てるから、うん、飛んでるところの人を言えばいいのよ。そ、多分そう、まさかのところの人を言えばいいから、まさか出てくれるのっていう人やね、多分。田代正史さん、はい、田代正史さん、まだ財布見てない、財布も見てないの飛ばさなあかんね。かまいたちは石田一生を導き出せるのか。わお、はい、こちらがとある著名人のお財布です。真っ黄色だ。いや、だいぶ金運気にしてる人でしょ、この金の亀。あ、ほんまやね、ゼニガメというやつですね。もしかしたら女性の可能性もあるよ ね、このサイズは。ちなみにそちらイオンで買った1980円のお財布。磯野キリコさん。いやいや、なんでそうなるんですか。1980円で反応した今、はい、いやいや、なんかこの庶民的な感じ、うん、俺女性の気はするね。確かに綺麗にされてますね、はい、うん、印鑑登録書持ってあるわ。珍しいな。パスモやからちょっと年配の人やな、うん、携帯に入れ切れてない。入れ切れてない au ペイ、コインランドリー、へえ、家に洗濯機がないレベル。西武プリンスクラブ、はい、あ、アパカード入ってるわ、はい、そうなんですよね。袴田さんかな。アパラだった。ちなみにあのホテルのカードかなり多かったと思いますが、うん、なんとですね、この方決まったお家がないそうなんです。ということは車中泊の可能性あるよね。車中泊しててお金が少ない最強の人。もうええわ。もうええねんお前。可愛がりすぎや。可愛がってはない。現金は1000円2枚だけです、はい、ちょっと待って、これお金あんまりないよね。今までと比べるとかなり少ないんですけど、うん、ちょっとその現金が少ないにも理由があって、うん、いっぱい入ってると気前よく仲間におごっちゃったりとか、ガールフレンドにプレゼントなどすぐ使っちゃうそうなんで少なめに入れてるそうなんですよ。じゃあ 男の人か。何買ってる。クールブースト、タバコ買うてます。タバコ吸う方ですね。うん、キャメル、メンソール。タバコ結構濱家さんめっちゃタバコ吸ってる。それもですね、結構ヒントといえばヒントになるんですよね。タバコめっちゃ吸う人って言われて俺大吾さんしか浮かばへんですよ。タバコヒコロヒーとか。ヒコロヒーでも女子やもんな、うん、1日2箱を吸うそうです。モグラ。お、空気階段のモグラ吸うイメージありますよね。でも家あるやろ。滝山さんもタバコめっちゃ吸うんやったっけ。すいません、何吸わない。何吸うんやったっけ。シーシャ。やめや。どんな感じやったっけ、シーシャ吸うのって。シーシャ吸うのこれやったらいいねんけど、うん、これが怖い。煙の量が。でもすごいよ、なんかいろいろやっぱこう金を招きそうなものお財布にいっぱい入ってる。もう俺ほんまあかんわ、疎いわこういうの。出揃った財布の中身はご覧の通り。果たしてかまいたちは石田一生を導き出せたのか。金運を
招きたいのに財布はイオンのものを使ってるわけでしょ。そういうことですね。リーズナブルな財布だから今手持ちがそんなにない。決まったお家がない。昔の武井壮今ではないですね。今ではない。昔の武井壮。はるか前の麒麟田村さんだいぶはるか前。分からんなこれ。ちょっと待って。さあここまでです。今までで一番悩まれてますね。分からん。もう候補が出えへんわ。ここまで様々なジャンルの有名人が列挙されたが、最終的に2人が導き出した持ち主は逆に逆に坂上忍さん。逆にすごい逆に俺あのコンフィデンスマン JP 出てたさ、うん、あのこういう役する人小手伸也さん。あ小手さん。あ小手さん。お二人は正解にたどり着けたんでしょうか。誰や言えない人って。では財布の持ち主にご登場いただきましょう。この方です。うわ財布の持ち主は石田一生さんでした。当てれたわ当てれたわ。めっちゃ最近や。多分バレたかなと思ったんですけどね。いや当てれた。ホットの方やいやま、家ないっていうのはどういうことですか。家ないっていうか、はい、特に定住してはいないっていう。そうなんすね、はいはい、コインランドリーで洗濯したりするんですか。たまにしますね。坂上さんまで近寄ってたやん。そうですよ。あ来たと思ったんですよ。いやーマジか。当てれた。そんなタバコ吸うんですか。まあ吸いますね。結構好きで。このタバコっていうのも前の奥さんとの離婚が発覚した時にあの奥様のバイト代で生活しているのに一生さんのタバコ代に3万円がかかっていたっていうことで炎上した。炎上してた。これがヒントだったんですよ。ほんでパワーストーンとかもほらそうですね。こういうのだ。ヒントめっちゃあった。そうなんです。ほんまあかんな。これ当てれたな今回は。これはいけたな。これはいけたな。1990年代、数々の人気ドラマに出演しサーファーやチーマーに次ぐフェミ男という新概念を生み出した石田一生。しかし2000年代に入り女性スキャンダルや銭問題が勃発。マジでいろいろなことが激変。ここからは人生年表をもとに銭をはじめ失ってしまった大切なものを深掘りしていく。さあではここからはただの残念な中年じゃない元若者のカリスマ石田一生さんの反省を紐解いていこうと思います。よろしくお願いします。財布は語る。今宵のゲストは石田一生。当時今でいう菅田将暉レベルの人気を誇った石田一生。デビューのきっかけは1991年、うん、デビューのきっかけなんですがある衝撃的なスクープがきっかけでした。それがこちら石田純一隠し子騒動。そうやんな、はい、うん、石田純一さんの隠し子として世の中の方々が一生さんを知ることになったのです。いや俺だってこう当時8歳って書いてくれてるじゃないですか。それでも、はい、もう大ニュースやったもん。覚えてるもん。本当ですか。うん、1回目の石田純一さんの奥さんのお子様が一生さんでいらっしゃる、はい、ということですね。うん、はい、他にもすみれさんとか。ややこしいな。横に長いですね。そう感じ。そうなる。最初からその石田純一さんの息子っていう感覚はあったんですよね。物心ついた時から。そうですね。そうですよね。ありましたありました。初めて父を認識したのが、はい、小学校1年生の時にテレビ見てたら、はい、ふと母親が あれお父さんだよって、うん、すごいタイミング。パッて見て。って思ったのが最初なんですけど。それってどういう感覚やったんですか。なんかもうあくまでもテレビの中の人で、はい、多分自分には一生合わないだろうなと思ってたんですけど。しかし後に純一と再会。その際テレビ局のプロデューサーが一生をスカウト。ドラマデビューを果たす。1993年、18歳の時にこちらで大ブレイクします、うん、フジテレビ一つ屋根の下で大ブレイク。伝説のドラマですね。はい、これが
が最高視聴率 37.8%。 すごいですね。江口洋介さん、福山雅治さんの弟役で人気が爆発しました。その当時の写真ご用意してます。いやかわいい。かっこよすぎるやん。かっこよすぎますよね。もう急にだから世界がと変わった感じですよね。もういきなり変わりましたね。ね、周りがもうどんどんこうなんて引いてくみたいな。引いてく、こうわーって持ち上げられて引いてっちゃうみたいな。あ、でそれがもう本当に怖くて。この時って事務所は石田さんの事務所なんですか？はい、そうです、父の個人事務所です。事務所で、はい、でギャラは歩合なんですか？歩合というか、なくなったらあげるからっていう。急にお父さんっすね。急にお父さんのやり方だいぶ入ってるはずや。一つ屋根の下で。いや、そりゃそうよ。それ何歳の時でしたっけ？16歳、17歳、18歳。狂いますね、絶対。おかしくなりますよ。そうっすよね、絶対そうっすよ、ね、もうおかしくなりますね。住んでた家なんかはかなり家賃は高かった。いくらですか？200万円家賃。当時で、当時で何があるんですか、その200万の家。200万の家、2フロアなんですよね。2フロア、まずマンションの。マンションでコンクリート打ちっぱなしの2フロアで、はい、で玄関入ると階段、まあ、地下なんですけど、はあ、半地下みたいな感じで、地下に庭園があって。よくない家ですね。そうなんですよ。あまり風水的には実は良くなかったんですけど。そして90年代後半に数々のヒットドラマに出演。さらに女性ものの衣類やアクセサリーなどを身につける女性的な男性フェミオブームの火付け役となり、時代の寵児に。やっぱ女性も寄ってきましたよね、はい、まあ当然ね、山ほどね。はい、歩けばもうみんなついてくるような感じですか？渋谷なんかに行くと、もうセンター街とか、はい、車で通りがかる、うん、車で、はい、車でもうサファリパーク状態。見えないんですよ。もう私やってみたいな。うわやろうよとか、交差点の向こうから戻ってきそうみたいな。やろうよ一斉とかって言われて、キャバクラの呼び込みの姉ちゃんが。いやーすごい大モテやな。あと地方とかに行くと、うん、例えばあのスポンサーさんで夜のお店 の, そのキャバクラのグループがついてくださったりとかして、接待みたいな感じ。そうですね、はいはい、でお店に行ってもう何百人というその女の子と写真撮って、はあ、でその後にあのオーガナイザーさんが来て、うん、いい子いましたって言って、はい、あ、まあいました、誰ですか、持って帰ってくださいって。うわとか言われたい。持って帰ってください、持って帰ってください、言われたい。そんな人気絶頂の頃、どのくらい収入はあったんでしょうか？さすがにずっとお小遣いじゃないですもんね。ところがお小遣いだった。噂によると親父はボルホーだって聞いてたんですね、うん。あんな柔らかい感じでボルホーだ。人が変わったようにボルらしい。怖っ。ただあの20歳とか、まあ、21、23、いつでもいいんだけど、お前がしっかり大人になったと俺が判断したら全部やるから、もうボランティアだからって言ってたんです、はい、銭に貪欲だったという純一と交わした男と男の銭の約束。しかし1998年、一生さんは金銭トラブルに遭います。それがこちらです、うん、ギャラ詐取事件。その時にいろいろもらうお金としては、うん、まあいろいろ考えてはいたんですね。いくらぐらいなのかなって、 CM これぐらいやったし、はい、ドラマもまあ主演だけどこれぐらいやったし、だって分かるじゃないですか、うん、はいはい、雰囲気で相場もいろんな人も聞くし聞くし、うん、そんな最中にもらったのが3000万円だったんです。そう、3000万円。いや、すごい額、すごい額です、うん、何に対しての3000万ですか？今までよく頑張ったなおっていう3000万円だったんですけど、おあれ少なくないと思って。まあね、今までの分ですからね。どうしたんだという話になって、はいはい、まあいろんなそのプロデューサーさんとかのお話が、うん、ちょっとお前取られてないか、ぼったくられてないかってなって、うん、そうですよね、おかしいですよねみたいな話ね、3000万ちょっと少ないんちゃうかと問いただしたわけですよ、はい、お父父を、はい、どうなんですかと。恋人のジャガーになっていたり、こ
恋人のハワイのジャガーになっていた。面白い理由。恋人のロスのジャガーになっていた。ジャガーになった。都内の高級マンションになっていたりとか。はあ、それを言ったんですか、お父さんが。正直に言ってはないですけど、ずっとこうやってましたね。俺やってねえ、俺やってねえ、俺やってねえからな。じゃあなんでジャガーって分かったのは、どこ経由なんですか。ジャガーがやたら増えてたからです。じゃあジャガー。じゃあジャガー。そして2001年、主演舞台の最中、大スキャンダルが勃発。舞台降板どころか芸能活動停止に。もうダメかもしれない、生きていけないかもしれない。そこからいきなり月10万とかのところに引っ越ししたりとかして、うん、200万から月10万のところ、はい、当時の心境、そして逼迫した銭事情を激白。さらにある一定の角度で置いてないとざわつくんですよ。最悪じゃない。異常すぎる悪癖にスタジオドン引き。そして濱家の意外なプライベートが明らかに。続きは裏銭たちで。スキャンダルにまみれ転落しまくった2000年代後半、石田一生にとんでもない問題が。2018年、一生さんは3度目の結婚、そしてかまいたちさんと同様にあるものが気になり始めるんですけども。抜け毛が気になりだす。俺も今超気になってます。え、ちょっと2018年スタートですか。そうですね、40半ばぐらいで。だいぶ頭映してくれてますけど、はい、これ小杉さんの取り方。一生さんにやめてください。一生さんに少しのやめてください。いいえうわ危ないかなって思ってから早かったっすか、ガーって車で。早かったです。やべえ。全然大丈夫じゃないですか。いや俺やばいんすよマジで。濱家は加速度的に今、うん、マジっす、危なくなってる。だから一瞬見ても自分でセットしないと、はいはい、ダメなぐらい。だからもうずっと最近自分でヘアセットしてます。メイクさんに任せないです、はい、自分なりのふんわりを。もう人に委ねられないとこまで来てて。上ですか。先輩に。上と全体的にもそうなんですけど。あ、本当だ本当だって。冗談ですよ。さあそして今年、一生さんに一発逆転のチャンスが訪れました。それがこちらです。はい、トルコで植毛手術と。これがですね、今年の3月、株式会社薄毛の窓口様からのお誘いで、トルコで植毛手術を受けたそうなんですけども。はい、向こうから話が来たんですね。そうです、案件で、インスタグラムの DM で、植毛しませんか、ちょっと今なら無料でって言われたので、後ろから抜いて、はい、でここ今うっすら線があると思うんですけど、はい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 、これもちょっと濃かったんですけど、この部分に生えてくるってことですか。2350株ほど植えまして、はい、培養してから植えるんですけど、で植えた後に1ヶ月2ヶ月すると、今その状態なんですけど全部抜けちゃうんですね。へーの後に地毛がもわーと生えるんですか。そっからみたいです。一生さんがこの姿でメディアにパンってネットとかでパンって見た時に衝撃を受けたわけやんか、はい、うん、でその一生さんがこの薄毛の窓口の紹介でまたこう髪の毛生えてってなったら、薄毛の窓口の株今こうとかなそうだよね。ふっさふっさになる。2350株どころでない株を今買っとかんと。間違いないな。すごいよ。ふっさふっさになった瞬間にまたお父さんが近寄ってくる。ジャガーのジャガーのジャガーが去ってくる。俺正直そのネットでその一生さんの現在みたいなんで出た時にほんまにセンセーショナルすぎました。もうびっくりして。最初ね、正直だからオープニングで滝山さんが言ったように、あ、だいぶ中年になられて変わられたんだなっていう印象やったんですけど、間近で今こう対峙したら、そう、ハゲてるとか関係ないすごいなんかかっこよさとオスの力みたいなものすごい、すごい感じるというか、かっこいい大人の人っていう、すごいな。じゃあ最後にちょっとお聞きしたいんですが、はい、石田さんにとって銭とは何でしょうか。銭とは
後ろから追っかけてくるでっかい目覚まし時計みたいなもんです。どういう後ろから追いかけてくるでっかい目覚まし時計、ジリ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 ってけたたましい音を鳴らしながら、はい、目覚まし時計がこう追っかけてくるような、はい、稼げー稼げー稼げー早稼げー、追われてんねや逆に。だから追われてるんです。へー、稼げば稼ぐほど安心じゃなくて不安になるってことです。うわー深っ周りが変わっていくのも怖いんですよね、うん、だってほんまにどっちも経験してるわけですもんね。集まってくるのも離れていくのも経験したわけでしょ、はい、パッていなくなりますからね。すごい。いやーこれは名言ですね。名言やな。お父さんにとってお金とはジャガーでしょ聞いてないから分かんないけど、後ろからけたたましい音でジャガーが落ちてくるYouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンを